のエースシーズン2。皆さんこんにちは、東海リーチェンジェルの葵のぞみです。早速まずはこちらをご覧ください。ついに予選が終了し、クライマックスシリーズへ突入。メンバーは東海リーチェンジェル葵のぞみ、新人エンジェルセイラ、そして前回女王加藤恵里奈、この3名で2戦ずつ行い、プラス玉枚数が一番多いエンジェルが2代目女王に輝きます。今回はただ玉枚だけを競うだけではなく、1戦に2回計4回の強制サモハンチャレンジが行われます。サモハンチャレンジとは、実践している機種に対するミッションで成功すると300枚をゲットすることができます。さらにスーパーサモハンチャレンジがあり、事前に渡したサモハン人形を提示することで全4回のサモハンチャレンジのうち1回をスーパーに変更できます。使用するタイミングは実践者にお任せ。ミッションに成功すれば1500枚をゲットできるので、クライマックスシリーズの鍵となるアイテムとなっています。果たして2代目女王の栄冠は誰の手に。はい、ということでですね、長い長い予選が終わり、ようやくクライマックスシリーズがスタートいたしました。なんと私は予選第1位で通過することができたので、この勢いで優勝を目指して頑張っていこうと思います。本日は私の大好きなあの台を狙っておりますので、ぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速実戦いってきます。ありがとうございます。ああ、もうすでに無理かもしれない。あ、開いてる開いてる開いてるよね。スイッチ取れた、やった、クリアします。さあ、それでは早速実戦スタートです。確か前にクレアを打った時に子役を数えようと頑張ったんですけど、途中で心が折れるっていうことがあったんで、今日はそのリベンジも兼ねて子役もしっかり数えつつ設定カンパもしながらやっていこうかなと思います。やっぱ決勝なんでね、で多分途中でもういいやってなるんだろうけどね。女王の座は誰にも譲らないし、ね、大変、もうすでに早速ベル忘れた。多分2回は折ったのは覚えてる。初回、2回目か初回かぐらいにゲートを打ってるんですよね。まだ導入されたばっかりの時にどうしても打ちたいって言って、まだそこが知れない時に、解析とかもまだそんな出てない時とかに打って、すこぶり良かったじゃないですか。で、台自体ははい、私下手くそで台移動した後に出てたじゃないですか。それのリベンジはいつかしたいなと思いながらも打ててないんで、うん、あと決勝3回あるんですよね。これ入れて4回。いや、違いますよ。あと1回です。え、2回しかないの？ないですよ。え、待って、もっとあるんだと思ってた。マジか。サモハンチャレンジが2回収録の2回ずつってだけです。やっと理解した、やっと理解した。怖っ、マジか。急に今このクレアに私プレッシャーかけらしてます。一向にチャンス目を引かせてもらえない。よい、来た、ダル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 、はい、かわいい。引かせてもらえないと言ったらすぐ引かせてくれるクレアが大好きだ。ありがとうございます。いや、なんかこれもダメパターンだな。何か起きそうだ。おっと、お、当たった。
ってない？歌ってるよね。目が出ない。レギュラー？ボケ外れたよね。でもあー、どこ狙ってるんだい。当たってるよね。ちょっと一回子役狙います。当たってるよね。当たってあるよね。すいません、めっちゃボナサッチ下手くそ。化けだよね。でもだから、最初のこれをミスったのか、ここ子役だったのか。あれがチェリーかな。いやー、ごめんなさい、めっちゃ下手くそ、恥ずかしい。失礼しました。レギュラーボーナスです。ここで決勝戦バシッとビタ全部決めますわ。怖っ。あはは、ボーイボーイ次。これ喋らない方ができるんだけど、喋んないとダメ。いや、喋んないでいいですよ。喋んなくていい。ああ、喋んなくてもできない。はい、キラカードは出ませんでした。ビタ押しも鬼のように下手くそでしたと。まだまだ、ここからどうかな。あー、めっちゃ下手くそ。あー、長い、頼む、チャンスアップはなし。いやー、あ、マジかよ。スイカが落ちません。今積もれてる感じはしないんで、今負けへの街道まっしぐらですね。じゃあそんな葵さんに、はい、じゃあサボハンチャレンジ、イエイ。サモハンチャレンジにはノーマルとスーパーがありまして、はい、でノーマルミッションは比較的簡単なやつ、はい、でスーパーはちょっと難しいやつで、スーパー使う際にはそちらの今お持ちのお人形さんを提示していただければ。めっちゃかわいい。実物はそんな顔はしておりません。こんな可愛くない。前半と後半で1回ずつリフト収録にありまして、で全部で2回の収録があるんで、はい、4回中どこかで使って大丈夫です。1回と。ああ、そういうことか。なんでどこで使うかは葵さん次第。なるほど。でもで、とりあえず今から1回目ですね。1回目です。今は使いません。とりあえず通常のミッションがどういうものなのかが見てみたいんで。わかりました。一旦これは置いときます。はい、じゃあこちらの箱の中から選んでいただいて、はい、このミッションに成功するとプラス300枚、300枚もらえます。これします。はい。わあ、すごい、ちゃんとしてる。見て、ちゃんとしてる。くじ引き今何引きました。3連チャンさせろ。クレアの連チャンっていうのは RT 連チャンであって、それとも100ゲーム以内の3連チャンですか。100ゲーム以内の3連チャン。100ゲーム以内で3連チャンって言うんですね、はい、台変えようかな。はい、ということで大移動してきました。ちょっとクレアがやれなさそうだったので、相性がいいで、かつミッションがあるっていうので、ちょっとここは何としても頑張らないとなっていうので、もう青い竜立ち回り、相性の良さでいく、これでいきます。
ったぜ。早速レギュラーボーナスありがとうございます。さあ開始何ゲームだろう何ゲームから打ち始めたかな。140ぐらいから打ち始めて150ぐらいか。早速当たりましたレギュラーボーナス。移動してきてトス戦へ。上手だなやっぱり。さすがにあれですね、相性めっちゃ抜群です。さすがの相性の良さですよ。本当に頑張ります。これ入れたら上手くない。もうランプつかない。ドンドン。はい、さすがだわ。やっぱりポインちゃんは違うね。あ、気づいたら終わってたでとりあえず1回目失敗っていう。あの藤子ワンチャン当たりっぽくないですか。大丈夫。あー来た。おーこれはよし。やっぱ大移動して直後上手だな。当たったかどうかは。おーはい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 。お来たんじゃない。よし来た、いけ。おー当たった2台目も投資1000円当たりました。総回転数517です。やったーやったぜやったぜ。ビッグビッグ頼む。スーパービッグありがとうございます。あーここで多分レンちゃんやな。さあ1回目のビッグ終了。 RT 入れれるのか。無理かな。ダメか。割とこの RT 入れるの上手なんだけどな。はい残念でした。 RT は入れれず。おーこれはきた。ありがとうございます。やった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 2連チャン。おほんまやギリギリ。よいしょいきます。残念。いいね。さあ残念99回転当たらずの100回転と。まあ悔しい悔しいよ。助けてさあチェリーこれは可能性はだいぶある。どうだけどどうかな。よっしょー当たっちゃったあ当たりました。やったぜ。うーんお化け。はいさあレギュラーボーナスでございます。3個つけました。どうだろう。いくやろ。いったー。あーラスト。あー残念レンチャンならず。すでに RT で30回したんであと70回転で当てれるのかどうか。はいということで残念ながら今回もレンチャンならずと。でここでレンチャンを続かなかったのでミッション失敗。あー悔しい。とりあえず1回目の本日1回目のミッションは失敗ということでご褒美ゲットならずでした。はいそれでは大移動してまいりました。後半戦ですね。ちょうどいろいろどれ打とうか迷いに迷った挙句割と信頼の闇芝居を確保しました。闇芝居なんですけど私本当1回ちょこっともう本当数ゲーム打って当たらずにやめちゃったんですけど時間がちょっと時間の問題であ多分すごい好きだと思ってずっと打ちたかったんですけどずっと打ててなくてで知識も何も入れてない状態で今これを見ながらちょっと今日打っていこうかなと思ってます。お4段階まで出てきました。これは子役じゃないのかな。え子役じゃないのかな。
じゃない多分ね、ボーナス出からあ、多分リーチ目だと思います。え、当たってないの今の。え、びっくりした。そういうことか。これ無理だ。もう音量だいぶ下げたつもりだったんだけど、びっくりした、当たってました。やった、当たりました。びっくりした、多分めっちゃブサイクな顔。一回ちょっと頑張って止めてみて。右中フリーの左リール枠上に闇芝居だから、左リールにチェリー停止で手を成功。え、めっちゃ簡単、ビタじゃなくていいんだね。パーフェクト。もう上の入場音も怖い。うん、まだ続いてる。びっくりした。そう、チェリーの後に小屋子が続いてたんですけど、どうだ。え、もうやらしい、このレイ。あれやった、当たりました。怖いよ。なんだ、レギュラーで、レギュラーもあるのかな。赤七はレギュラー狙ってみます。レギュラーボーナスでした。ありがとうございます。水の中。はい、ということで少年とおじさんはデイズ、レギュラーボーナス。でもなんとなくちょっと分かってきた気がする。お待たせしました朝ごはんチャレンジ。イエーイ。隣の席にくじ引き用のボックスが座りだしたから、はい、ノーマルで大丈夫でしょうか。はい、ノーマルで大丈夫です。ではお願いします。今日はスペシャルは使いません。もう大丈夫。でも多分一番悪いのをさっき引いてるんで、もうすぐに手に取るな、この子にします。もう怖い。さっきみたいなのは絶対や。ビッグ1回引くみたいなのがいいな。いきまーす。じゃん。こんなんばっかり。連チャンさせろ。連チャン系ばっかりですか。いや、そんなことないです。だって私引いたの連チャン連チャンですよ。いや、だってだから3連チャンと2連チャンのやつを引いてしまったってこと。そういうことです。ネットさんって A タイプ作らせて、シュールランキングで言えばもうダントツ1位じゃないですか。クマ酒場ですよね。クマ酒場。いやいやっていう。今すごい全力の褒め言葉ですよ。もう大好き、こういうとこ、ネットさん。ねーい。もう間もなく200回転。はまってきたよ。どうだったら当たるんですか。この人たちがいっぱい出てきたら当たるんですか。この人たちが4人出てきた時点でレア役以上なんですよ。で、レア役じゃなかった場合とか、逆にここまで来たら私今まで打っててリプレイだったんで、リプレイ以外だと 3段階で
そういう意味の違和感ってことですか。そうあ、これで今チェリーじゃないですか。あ、で、チェリーじゃないんで、はい、チェリーかレア役か多分っていうことです。で、この後いつかわからないけど閉まります。で、葵は確実に驚きます。さあ、いつ驚くでしょうか。交互期待。わあ、もう怖い。もういけます。あ、今早かった。あと2、3回後かなと思ったんだけど、わかりました。ありがとうございます。わかならなんだ。わかんない。揃えるタイミングがマジでわかんない。はい、残念レギュラー。あー、悔しい。で、レギュラー中は少年とおっさんだね。タロちゃん、タロちゃん。さあ、ここでサモハンチャレンジタイム100回転以内、はい、当たればミッションクリアで300倍、はい、じゃあ1回はクリアしたい。一応4回のうち1個目はまず失敗しちゃったんで、おい、来たー、イエーイ、当たりました。ありがとうございます。閉まるよ、閉まるよ。あ、閉まらないよ。あれ、あれ、え、でもボーナス柄揃ったら当たりだよね。28,000ビッグボーナスの時間だよ。なんかもうビビるのは嫌いですけど、でも普通に打ってる上で面白いなって思えるから打っちゃうんですよね。ホラー台もボタンプッシュ押す機能いらなくないってホラー打ってる時ほど思うことないよね。いや、もういいよ、勝手にこう。今お面が動きました。ああ、子役、レア子役の告知だよっていうことかな。おめでとうございます。もうダメだね、筋肉が痛い。おめでとうございます。ありがとうございます。チャレンジ成功。チャレンジ成功。あ、そうだ、チャレンジ成功も完全忘れてました。やったー。 はい、さあ、やりました。切り替えかな。やりました。で、ここでもし3連チャンしたとしても、もうさっきのやつは消え去ってるんですよね。消え去ってますね。一応分かってる上で行ってみました。おめでとうございます。ありがとうございます。で、今のは今日一驚かなかった。全然驚いてない、私の中で。全然マジで驚いてないからは、本当に連チャンする。やった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 、いい感じ、取り戻せ。
おい、ありがとうございます。よしよしよし、いいぞいいぞ。はい、それでは早速店内状況見ていきたいと思います。おなじみ A バラコーナー。さあ、こちらのクラーキーセレブレーション、エマビッグ9回のレギュラー3回で、ただいま持ちメダルが590枚ということで、グラフがね見れないのが惜しいんですけれども、はい、続いて私が今ちょっと気になってる台があって、私が打てた闇芝居の隣なんですけど、海物語4、大海砲か、タイマービッグ8レギュラー5で700枚で、なんかずっと結構コンスタンスに当たっている感じがして、結構いいのかなっていう印象を受けておりました。はい、続いてこちらは番長 A ですね。ビッグ9レギュラー10、ルナマ推移で1265と、おー、何これ C2 や、あれ、まあ、C2 ですね。今ビッグ14レギュラー8の1560枚お持ちと、まあ、2箱ですね。まあ、これいいんじゃない。はい、こちらは藤子 A ですね。131分の1で、ルナマ推移が1500、おー、いいな、1577枚。こちらのバーサスも3、ビッグ12レギュラー8、新しいクレア3なんですけど、ビッグ10レギュラーが18の739枚とか、お隣も、15の14で117分の1、1406枚、1500枚が最高かな、この画面上でいうと。これは多分このクレアで3000枚だよね、多分ビッグ20レギュラー10、ここかな当たり。クレアはクレアでもそっちじゃない。はい、ジャグラーコーナーからこちらはゴージャグですね。20の11で127分の1、2300枚。うわ、アイムがすごくない、このアイムめっちゃ優秀。19の8 100分の1ビッグに寄ってるアイムが絶好調で3000枚。続いて花々コーナー、こちら私大好きグレートキング花々、19の8で1500枚お持ちと、下も皿もパンパンに入ってます。しっかりねカウントもしてるみたいなんでいいんじゃないですかね。はい、こっちは13の12 121分の1、おー、いいね。デラマスイに1268枚、ドリーム花々です。はい、店内状況こんな感じです。まあ、エンタイプコーナーなんですけど、今日の当たりは私の読みではおそらくクレアの最新3ですねが、おそらく前代っぽい感じはしました。で、他にもジャグラーコーナー、ハナハナコーナーとよくて、で、ハナハナコーナーに今度新台入れ替えで新台も入るみたいなんで、今後こっちにも注目していってもいいのではないかなと思います。はい、ということで実践終了いたしました。ありがとうございました。まあ、早速ね結果から、投資が1316枚で、回収が302枚でした。1000枚マイナスでございます。1000枚マイナスだと。ただミッションがサモハンチャレンジが2個あって、2個のうち1個成功させることができたので300枚プラスでもらえたとということなので、700枚マイナスぐらいというところですかね、多分。2回戦も頑張るためにもいっぱい勉強して力をつけて挑みたいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロジェクトエースシーズン2の収録は第2、第4土曜日行っております。ぜひとも皆様遊びに来てください。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。リーチエンジェル来店情報、リーチエンジェル TV YouTube チャンネル、スパーキング取材情報、リーチエンジェル最新情報は LINE アットで取得。